さにあらず。矢作の川を御川とは名付けしものがその由来。人水緑が輝きて活気に満ちたるふるさとの美しき町岡崎は、守るが我ら青い武将隊、我こそは嫌いは近吉成。長瀬の夏祭りでは小学生にいじめられました。自由権利の人は言う、人格者とも人は言うそんなことはないと思う。小牧長久手の檄文では全ての武士を動かした。武功派の言う、我らは榊原康政、サインはあとや。四天王のしんがりは家康公の片腕と、誰が呼んだかそれがしは幼き友のお目付け役、冷静沈着切れ者と、三河武士の鏡とて徳川四天王筆頭酒井忠次参る。人の一生は重荷を負って大きい道を行くはごとし、急ぐべからず。犯人は無事投球のもとへ、我慢辛抱堪忍と、幼き頃より戦国を定めという名の濁流に流れず耐えた、それがしの生涯かけたる望みとは、天下太平の世、時空を超えて
申しまする。ではでは早速わしら愛武将隊恒例のこのポーズ行ってみたいと思いまする。中野なら泣くまで待とうホトトギス。あら他あんじゃな。もう一回行きますと家康公のホトトギスの舞がパーパララ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 ラとのライトが入ってません。ラララララ。はい、拍手。わしは青い武将隊。普段は岡崎公園のイエスコン前というところで、週末土曜日曜ご覧のような演舞を午前と午後行っておりまして、平日は演舞はないでございますけども、武将が誰かしらおりますので、皆さんもお時間ございましたらぜひ岡崎公園の方にお立ち寄りくださりませとは。さて。ここからはですね、わしら青い武将隊と、皆様とで戦いを行うこのコーナー行ってみたいと思いまする。一騎打ちタイムのお時間でございまする。一騎打ちタイムとは、その名の通りわしら青い武将隊の誰か1名とお客様の中で1名1対1で勝負しようという対決となっておりまする。まあしかしそんなこんな刀を持って戦うというものではなく、本日はとても簡単な勝負となっておりまする。演目はですね、叩いてかぶってじゃんけんぽん対決でございまする。とても簡単な勝負となっておりますでな、ぜひわしら青い武将隊と一戦交えてみたいという方おりましたらぜひお手を挙げてくださいませ。